IC コーダーよろしいか。よろしいかな。はい、じゃあありがとうございます、田村委員長の定例記者会見を始めます。じゃあよろしくお願いします。はい、今日はですね、日本共産党の新しい党押し出しポスターが、できましたので、それを私の会見で紹介をしたいと思います。はい、はい、ということで、これが日本共産党そのものを押し出すということでのポスターとなります。ここにチェンジというふうにありますけれども、このチェンジと希望ですね、これがもう一体となった、今回のポスターのいわばコンセプトになります。やはり自民党の政治への怒りがこれだけ国民の皆さんの中で広がっていて、特に裏金の問題もありますけれども、国民の生活を顧みない、この冷たい政治がまかり通っている。で、政治が変わるというなかなか展望が見えないと、閉塞感も強まっています。また軍事費がね、どんどん増えていくと、今日も先ほどまで山添拓参議院議員が、政策委員長が、武器輸出の問題を質問していましたけれども、少なくとも自民党が平和国家と言っていたその日本の在り方も次々と変えられていくことへの不安もあるでしょう。そういう不安や苦しみ、そういうものにですね、やっぱり変えるんだと、政治を変えるんだと、希望の道を共に進もうじゃないかということで、非常に明快なキャッチフレーズでこのようなポスターを作ることとなりました。で、またですね、私が女性の日本共産党の委員長としては初めてということで、ちょっと私としても若干恥ずかしいところはありますけれども、大きくやはり私自身が出てですね、ジェンダー平等の時代を前に進めようということも、示すポスターとして、その決意も込めたものとなっています。ぜひこのポスターも大いに真っ白の中に貼り出していってですね、で特にこのあなたと共にですから、共にやっぱり政治を変えようというその動きを一層強めて、自民党政治を終わらせるというためにその先頭に立っていこうという決意も表明したいと思います。今日は私からはもうポスターのご紹介のみの会見となります。はい、ご質問ございましたらどうぞ。はい、どうぞ。共同通信の進出です。はい、次期衆院選用のポスター発表されたということで、関連で最近4月解散説も流れておりますが、それに対する見解とですね、あと野党共闘、次期衆院選においては大事だと思うんですけれども、現在の進捗状況とかですね、どう見ているのかというところです。これは解散に追い込んでいく、そういう国会にしなければならないということを繰り返しこの場でも表明をしてまいりました。今ね、国会はしかし裏金事件のですね、真相解明、事実解明の最中にあるわけです。だこれを蓋にしてしまうってことは、ここに蓋をするということは、これ自民党岸田首相はやってはならないことです。その事実解明を行っていって、自民党どう責任を取るんだと。それも国民の皆さん議員辞めろというね、怒りを込めて今裏金問題に対するその真相解明を求めているわけですから、その事実解明の中で解散に追い込んでいくということが求められているというふうに思います。同時にですね、やっぱり私たちが解散と岸田政権をやっぱ倒そうと、自民党政治を終わらせようというときに、それに代わる政治は何なのかということが国民の皆さんにとって最もやっぱ示さなければならない、これ野党の責任だということも強調してまいりました。ぜひね、これ、本当に野党のどういう一点で、総選挙をですね、共に戦うことができるのか、まず共闘の意思はっきりこう、示しながら、互いに確認し合いながら、リスペクトも持って、そして国民の今の声に、要求に応えるために何が必要かということを真摯に議論したいというところが今の到達点であります、率直なところ。でもこの場からもぜひね、そういう野党共闘を前に進めようということは呼びかけたいと思います。
はい、どうぞ。北海道新聞の鶴川と申します。関連してなんですけれども、4月に補選があるんですけれども、まあ、こういった政治状況の中で、この補選というのは本当としてどういった位置づけで臨みたいのかということを伺わせていただきます。ね、自民党に対する厳しい審判を下す選挙にぜひしていきたいというところで、これは共闘の意思があり、そういう話し合いのあるところでは私たちも大いにということで、構えているところです。はい、一番は、ね、共闘の意思がやっぱりそれぞれの選挙区でも示されるかどうかということはとても大切なことになってくるんですね。そういうものを作っていこうということで私たち頑張りますけれども、ぜひただ自民党への怒りがこれだけ強いですから、そこに応えられるような選挙にぜひしていきたいというふうには思っています。はい、はい、産経新聞の伊藤です。はい、衆院憲法審査会によって自民党側は早期の開催を求めているんですが、今のところまだ開催には至っておりません。衆院の憲法審査会について改めて、すいません、何度も質問を受けていると思うんですが、改めて御党のご見解を聞かせてください。今国民が求めているのは憲法の改正ではないですね。やっぱり自民党政治自体が、自民党自体がこれだけ金にまみれて腐っていて、自民党の中枢部分でまさに改憲の旗を振ってきた人たちがモラルのかけらもなく法律を守ることさえできなかったんだということが一番問われている状況ですから、そんな状況で憲法の何を議論しようというのかということが問われると思います。はい、毎日新聞の加藤です。ポスターの話に戻るんですが、教団の女性初の委員長ということでそれを強調したというふうにおっしゃいましたけど、具体的にどういうところにこだわったのか、色とか、なんか思い出のあるところとかあったら教えてください。希望が見えるようなあれですね、ものになるようにどうするかということで、たくさん写真を撮りました。本当にそうですね、そうですね、色合いもやっぱり張り出すのは春、そして、ね、夏もこう意識してやっていきたいというふうに思ってですね、そういう色合いも含めていろいろ相談しながら、作ったところではあります。まあ、一番はね、その政治を変えるっていう意思を表しながらも笑顔というのになかなか苦労しながら私自身は写真を撮られる側ですから、そこに苦労しながら、はい、腰が痛くなりながらポーズを一生懸命撮ってました。はい、はい、どうぞ。先生、今回の話でも思いますけど、はい、政治倫理審査会は、まあ、明日3人で開催されたんですけれども、明日ちょっとこれも分かるんですが、どのような点を追求したいかというと、衆院選では下村議員 の申し入れを受けての開催をめぐって与党側が15日の開催を提示したのに対して、野党側は来週の開催ということを求めていますけれども、今のこの間のこの与党側のですね、衆議院での対応についてどのようなお話でしょうか。はい、参議院の方では、政倫審は全会一致の議決で32人について審議を行うということを議決していますので、3人ね、まずやるのはこれは当然なんですけれども、なんで3人なんだと、自民党を含めて32人一人一人について全部それは行いますよと審議をということを議決しているわけですよね。会長からですね、今日幹事会でも確認をして、政倫審の会長の名前で弁明するというふうに言ってこなかった方々にですね、これは応じてくださいというものを改めて出すということをお聞きしてますけれども、やはり32人全員やるべきだというふうに思います。明日から始まる、一人一人についてもですね、これはやっぱ知らなかったはね通用しないですね。これ下村さんも同じなんですけど、で衆議院の方では下村博文さん出るというふうに言っておられるんですが、その弁明書を読むと一切自分は知りませんでしたと、自分の政治資金のところで言うとね、それは通用しないですよね。本当に前回の時に指摘したでしょうか、私たちこの政治資金パーティーをめぐる裏金というのは、今回ね、もちろん大きく赤旗が報道したことによって捜査も入ってということになりましたけれども、もっと歴史的に指摘してるんですよ。2004年の時にも小売代持ち代っていうことで当時の森派ですよね、これ政治資金の裏金
作りやってるんじゃないかということを問題にしているんですよ。そこまで問題にしていて、当時の幹部とかその後の、ね、幹部の人たちは知らないはずがないんです。知らないはずがない。やっぱりあのいつからシステム化されていて一旦見直しとなったのが継続してという経緯は、あの事実をすべてお話ししていただかなければならないというふうに思いますね。はい、衆議院の日程感については、日程感、衆議院の方のですね、あの衆議院の方はあの野党の側が3月19日にあの下村さんの、弁明の、ね、成立審やろうというのに対して、自民党の側が3月15日でなければダメだというふうに言ってきたというのを先ほどお聞きしたんですけど、これあの参議院の、ね、予算委員会のテレビ中継の入った予算委員会をやっていこうという日にぶつけるかのような入れ方になりそうなんですね。なんで3月15日でなければダメって言うんですかと、その理由を示してほしいんですよ。私たちやっぱりあのそんなね、参議院でやっぱりテレビも入って注目してるとき、つまりじゃあそれは州の成立審はテレビ中継しないんですかということになっちゃいます。それからあの自民党大会の前に終わらせたいんですかと、あなたたちの事情でねあのやるんですかと、ちゃんと落ち着いてあの質問する側もしっかりと準備して成立審やろうじゃないかというのは当たり前の要求だと思いますね。はい、3月19日でぜひやっていただきたいと思ってます。はい、はい、はい、どうぞ。あの寄せ集めの、ね、ポスターで、まあはい、ワンバージョンなのかもしれませんけど、小さいのも含めて何枚ぐらい吸ってどれぐらい配るというかね、そういう計画があるのか分からない。あの第一次は10万枚というふうに聞いています。最初10万枚で一気に張り出そうじゃないかということですね。はい、それで結局もちろん田村さん有名だけど、やっぱりまだ知らない人も結構いるんじゃないかと私は思ったりするんですけど、それと合わせてネットとかなんかのポスターだけ貼ったってよく分かりませんよね。そっちの方はあのどうするんですか。あのこれは戦略持ってやろうというのが党大会の方針でも決めていますので、ここはあの相談しながら今、進めていこうとしているところです。はい、その時に結局僕はよく分からないんだけど、山際さんもあんまり出てきますけどやってたけどね、田中さん山添ね、山添、うん、あんまり若い人がねこう活躍してるイメージも全然なんかアピールされてないようでね、何のために党大会で女性をあれして若い30代40代を起用してね、なんかトータルな戦略があるように正直言って見えなくて、大きいポスター1枚使ったってじゃあ何なんだと、この辺はどうお考えなのか、あの非常に伺いたいですね。ご指摘ありがとうございます。これはあのやはり政治的に攻勢をかけていくということと、その中であのやはりあの総選挙に勝ち抜いて野党共闘も構築して再構築していくというときに、あの党自身が大きくならなければならないというのが私たちの本当に大きな決意でもありますので、あの若い皆さんに向けてですね、日本共産党の魅力政策、それをあの大いに新しいその役員たちがあの伝えていくような、宣伝物、あるいはインターネット SNS などを使っての、発信というのはあの強めてまいります。あのご指摘ありがとうございます。あの大いに強めて、構成かけていきたいと思います。ただ今ね、予算委員会を山添拓新政策委員長があの予算委員会の、担当ですので、ずっともう毎日予算委員会にあの座って、まあ、論戦の中心にもなって頑張っているところという制約もあったりはしてるんですね。私もあの大変多くのメディアの皆さんにあの、取材を受けていたりという、あの党自身の、 あの、発信の場ではないところでですね、いろいろあの取材を受けてあの、発信していくというのがちょっと今の段階になっていますので、さらにバージョンアップして、頑張っていきたいというふうに思います。はい、はい、どうぞ。今、ありがとうございます。自民党を、政務局長、今までも関心がありませんですけれども、まあ、この政務局での結婚ですね、そうですね、まあ、自民党の政務局長と政務局長代理も、まあ、参加を止めなかったということで、役職を辞任しましたけれども、この責任の取り方について、私も報道であの、まあ、集合写真なども見て、まあ、一つは、
男性だけで青年局なのっていう率直なね思いがあって、やっぱりね、あの自民党の女性の方の中からも批判の声上がってますよね。やっぱり女性が一人でもいたらこんなことにならなかったんじゃないのという声はその通りだと思うんですよ。まあまあ同時にね、じゃあ男性だけだったらあれ許されるのかってとんでもなくて、 ある意味その自民党の体質、一番古くて一番変わらなきゃいけないところの体質がまさにその紛失してる問題だなというふうに思いますね。女性をどういう対象として見ているんですかということだと思いますね、はい。あ、で責任の取り方、これまあまあ自民党の中で本当によく議論、何が問題かね、あれをではね、ダイバーシティとかって言ってね説明することが許されるのかなんですよ。それは本当に本当にね、さまざまなそのジェンダー平等を含めて個性を本当に認めて、でダイバーシティの根っこにある人権ですからね、あれはその女性に対する人権どういう対象として見てましたかってことですから、これ人権感覚が、人権認識が非常に問題だっていうことなのにダイバーシティって言葉を持ってきた、そのことも含めて、いや反省ないままね処分したってダメですよね。まあ、何が問題だったのかっていうことをやっぱきちんと自民党としてはっきりさせるべきなんじゃないでしょうか。その上でね、どういう処分するのかということだと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあありがとうございました。以上で終わります。写真撮ってないと撮ってください。ちょっと並んで流れると私もはい、ちょっと写真と違うんじゃないかならない程度のメイクにしてるんですよね。こちらもできるだけ本人だと分かる写真にしたというところはポイントですね。時々ね、本人が分からない写真ってありますからね。はい、はい、よろしいでしょうか。私もちょっとじゃあこちら形成お願いします。はい、撮ります。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きます。すみません、ちょっとこう手をこうこんな感じで字が見えなくなる。はい、初めての。そうですね、そうですね、まあ、それはありますけどね、個人はもう一人だけはまさに、まあ小選挙区の時にありましたけど、昔昔 A 坊さんが撮りたいというから、ビッグカメラ、はい、テレビカメラ、はい、こちらです。お願いします。はい、あ、テレビカメラが動かないといけないのかな。はい、こちらが新しいポスターになります。はい、お願いします。はい、全国でたくさん貼っていただきたいと思います。新しい日本共産党の押し出しポスターになります。はい、チェンジ、希望をあなたと共にということで頑張っていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。じゃあちょっともう分かっていきます。はい、はい、自民党政治を変えるということでチェンジを、しかもレインボーカラーで、わーいいですね、レインボーカラーポイントですね。あ、それが希望と、希望という字を大きく押し出したいです。本当、政治は変えられるという希望を多くの方に届けたいと思います。はい、いいね、ありがとうございました。はい、はい、何枚ぐらい取られたの。結構500枚って先に500枚。